番長ミルクです。インスタグラムや YouTube のコメント欄にたくさん質問が届いているので、今日は順番に答えたいと思います。本題に入る前に簡単に自己紹介をさせてください。私は2010年から2016年までの6年間劇団四季の俳優として舞台に立っていました。ウィキッドのネスタローツで初舞台を踏んで、その後サウンドオブミュージックでシスターマルガレット役、シュバイガー役など約3年ずつ舞台に立っていました。劇団を退団後、ライザップ主催のライザップボディメイクグランプリで関東優勝、全国優勝をして、現在はウェブライターと YouTuber をしています。このチャンネルでは劇団四季のミュージカルを中心に、ミュージカルが大好きな人やこれから舞台俳優になりたい方、舞台の教養を深めたい人にぴったりのチャンネルになっています。番長ミルク大学。 YouTube の音楽がごちゃごちゃで少し聞きづらいです。編集大変だと思いますが頑張ってください。大変なんですよね、 YouTube の編集って結構時間かかるんですけど、最近今までと別のツールを使ってテロップとか編集をしているので、 BGM については検討しようと思います。ミルクさんはなぜ四季を退団されたんですか？この質問めっちゃ多いんですよね。なんで劇団四季を退団したかっていう、舞台最後の日については過去の動画で話しているので、よかったらご覧くださったらと思うんですけど、これ理由があるんですけど、この件は話すと長くなるのでまた別の動画で話そうと思うのでちょっとお待ちください。ネッサローズはみんなからネッサと呼ばれていますが、ネッサはあだ名ですか？そうです、ネッサローズっていうのが役名なんですけど、みんなネッサって呼んでいて、ネッサって呼ぶシーンがあるんですよ。お姉さんのエルファバはエルフィーとか呼ばれるんですけど、ニックネームでネッサってって呼んでいて、愛情を込めてネッサって呼んだりしますね。あとはやってるネッサローズかっていう、例えば山本さんがネッサローズされてたら山本ネッサとか、そういう風に呼んだりしますね。作業動画とても重宝しています。もう少し長い時間のものがあると嬉しいです。サブチャンネルで作業動画を実はアップしてるんですよ。作業動画誰か見るのかなって思ってたんですけど、実験的に作業動画昔上げてみたんですよね。作業中の様子を見たい方がいるんだと思って先日アップしたので、よかったらそちらもご覧ください。学生時代掛け持ちをしていたと動画で見たのですが、月約いくらほど稼いでいましたか？そうですね、10年くらい前なので細かい金額はちょっと忘れちゃったんですけど、20万はいかなかったですけど、10万は確実に稼いでいて、日によりけりですけど16万くらいは稼いでいたような気がします。一般コースで入られたとのことですが、他の舞台出演経験がない中書類通過するか不安でしたか？いや別に不安じゃなかったですね。っていうのは、過去のことってどうしようもないじゃないですか。過去のことよりもこれから自分の努力を認めてもらうしかないなって思ってたので、しょうがないなっていう諦めというか開き直りというか、不安ではなかったですけど、就職活動をしてなかったので、もし劇団四季受からなかったらどうするつもりだろうとは思ってましたね。ライズアップの時タクトレはしていましたか？タクトレはほぼしてなくて、スタートしてから大会を目指して優勝するまで結構時間があったんですよね。確か2月くらいに始めて11月に本戦があった気がするので、旅行の時はタクトレしてましたけど、ほとんど毎日のようにジムに行っていましたね。あとライズアップにいる時はとにかく大会に出ることをメインにしていたので、その間はほとんど友達と遊ばずに筋トレの毎日でしたね。ジャズダンスか演技どちらかを始めようか迷っています。まあ、できればどちらもとは思うんですけど、ジャズダンスがおすすめですね。この質問の方は多分劇団四季を受けたい方なのかな。劇団で演技について細かく学べるのでジャズダンスがいいんじゃないかなって思いますね。ダンスを受ける時も体験レッスンを受けてみてから、このレッスンスタジオはいいかなっていうのを調べたらいいと思います。ボーカルクラシック部門は音大芸大出身でないと書類選考は難しいですか？審査に関してたまにこういう質問来るんですけど、私は審査基準とか全然わからないので、気になることがあれば劇団四季にお問い合わせいただくのが一番だと思います。上演中に地震などの災害があった場合はどうするのですか？マニュアルみたいなのありますか？あると思いますよ。劇団四季は俳優もプロですけど、スタッフさんもプロの方ばかりなので、
お客様に万が一のことがないようにちゃんとマニュアルがあると思います。しっかりとしたマニュアルがあると思うので安心して舞台を楽しめます。観客がノリノリで雰囲気がいいと俳優も乗ってきちゃうものですか、それとも平常心、観客がノリノリっていうことは舞台上も多分ある程度ノリノリだと思うんですけど、その演目のどういう進化によりますよね。例えばマンマミーヤの最後のシーンだったらみんなで一緒に踊ろうみたいな感じの雰囲気になってると思うので、お客さんだけノリノリで俳優はすごく冷ややかっていうことは多分ないと思いますけど、ただノリノリになったあまり振りを忘れるとか歌を忘れるとかそういうことはなくって、ノリノリなところがあっても冷静なところはあると思います。番長さん、身長はいくつですか？161センチです。劇中歌の後に拍手が起こることが想定されていることはありますか？拍手来ることが多いなっていうのは感じていて、拍手が鳴り止まない後にセリフ言っちゃうとお客さんセリフ聞こえないので、拍手があったらある程度落ち着いたところからセリフを言うっていう風にはしてますね。私は拍手が起こるとか観客のリアクションを意識しすぎないようにしてましたね。お客さんがあっての舞台ではあるんですけど、あんまりお客さん意識しすぎると物語が変な風に引っ張られちゃいけないなと思っているので、想定してても何かこうアクションを起こすことはあんまなかったですね。劇場クルーさんの中で背が低い人はいましたか？劇場クルーさんに会う時って舞台が始まる前と始まった後にロビーに出て練習する時に劇場クルーさんが準備されたりお仕事されてるところは見たことあるんですけど、覚えてないんですけど、めっちゃちっちゃっていうような方はあんまり記憶にはないですね。なのでわからないです、ごめんなさい。野村涼子さんのファンでした、何かエピソードありますか？野村涼子さんのお話しするのは結構恐れ多いというか、本当に全ての面において完璧な女優さんっていうイメージが私の中であるので、私はお話をしたこともないので特にエピソードがないというのが正直なところなんですよね。舞台衣装でスーツやジーンズの時がありますか？本物の生地ですか？だとしたら動きづらそう。私はスーツとかジーンズの衣装がなかったので生地がどうなってるかっていうのが分からなく、自分が着ていない衣装って基本的には触ったり着たりっていうこともないですし、あまり目に触れることもないんですよね。衣装は父さんが管理しているのでわからないですね、ごめんなさい。歴代で一番好きなシンバはいますか？全員のシンバを見たことがないので誰がっていうのはわからないですけど、田中明隆さんは結構長いことシンバされてましたよね。永田俊樹は同期でずっとシンバをやりたいのも知っていたので心に染みるものがあるなとは思ってましたね。一人を選ぶのは難しいですね。身長が低くてもダンサーとして式に入ることはできますか？身長が低い俳優さんっていますよ。ただここにダンサーとして入るかっていうのが書かれてあるんですけど、劇団式の場合は受験科目とか受験コースがいろいろあると思うんですけど、ダンス部門と演技部門と歌部門のどれかで入ってもそれだけやってればいいわけじゃなくって、もう身長が低いことと、踊れることだけで選ばれるっていうことはないんですよね。身長が低い設定の役って中にはあるんですよ。質問してくださった方が男性の方なのか女性の方なのか分からなかったんですけど、例えばウィキッドで相手役のボック役の方は小柄な方が多かったんですよね。私身長161なんですけど、私と同じくらいかちょっとちょっと低い方も多かったので、身長が低いことが有利になるっていう役もありますし、身長が高い人じゃないとちょっと違うなっていう役柄もあるので、身長が低いからダメっていうことは一概には言えないと思いますね。これからコーラスラインが劇団四季で始まりますけど、コーラスラインコニーっていう役があるんですよ。でコーラスラインのコニーは身長が低いっていうことをコンプレックスとしてる役で、そういう役は身長の低い方でかつ相当踊れる方が選ばれると思うんですよね。つまり身長が低いことが魅力になる役っていうのもあると思うので、身長が低いだけで入れる入れないとかっていうのは決まらないと思いますよ。いろんな方がいるように舞台でもいろんな役があっていろんなキャラクターが求められるので、自分の身長の低さを理由に自分がダメなんだって思わずに、ダンスも歌も演技も自分の内面も磨いてオーディションに臨まれたらいいんじゃないかなって思います。身長を理由にしないでくださいね。カツラをつけるとき自問がロングの場合ネットの被り方を教えてください。私は髪の毛がロングだった時が劇団の時にないのであんま分からなくって、ストッキングを切って
てネット代わりにしてて、こうその人の頭の形とかカツラの大きさとかによって髪の毛どういう風にネットの中に入れるかっていうか変わるみたいなので、なんとも言えないんですよね。実践しようにもこの間髪の毛切ったところでめちゃくちゃショートなので、別の動画を参考にしてくださった方がいいんじゃないかなって思ってます。すいません。カモメを飛ぶことを教えた猫見ましたか？まだなんです。ガンバラさんと共演されたことありますか？ありますよ。ウィキッドのネッサローズをしてる時に IT 役として共演していましたね。めちゃくちゃ魅力的な俳優さんだと思います。平田あずささんとサウンドミュージックで共演したことありますか？ありますよ。長いこと共演させていただいて舞台裏で話したりすることもありますね。宿題に追われて時間がなかなか取れない中での短時間でできる歌やダンスの練習法が聞きたいです。宿題がどのくらいの量なのかって思うんですけど、もし時間がないっていうのを言い訳にしてるんだったらそれはちょっと違うなと思っていて、極端なことを言うと睡眠時間とかゴロゴロする時間とか自分の自由な時間をカットすれば練習する時間ってあると思うんですけど、歌うだけが歌の練習じゃなくって、歌詞のことを考えたり作品のことを考えたり役のことを考えるのも歌の練習になるんですよね。電車に乗ってる時とかその移動時間があると思うんですけど、その移動時間で歌の BGM を聞くとか、イメージを膨らますとか、あとは声を出して歌うだけっていう状態にするといいと思います。歌上達方法のテクニックについては過去の動画に結構まとめてあるのでポイントを説明していると思うので、そういうのを参考にされた方がいいと思うんですけど、あとはダンスの練習法って覚え方のコツなのかな、覚え方のコツだと過去の動画にまとめてみたんですけど、もっと具体的に何を知りたいかっていうのを質問してくださるともっと踏み込んだ答えができると思うので、とりあえず過去の動画を見てもらって、またわからないことがあったら質問してみてください。制作発表や開幕パーティーで俳優さんが着ている服は私服ですか？用意されている服ですか？私の場合は自分が持っているものを着ていましたね。役に合ったイメージに合わせて着ていましたね。なので私の場合は私服でしたけど、他の俳優さんはちょっと分かりませんね。開幕1年目エルババ登場時に観客から拍手があった気がします。似たようなことはありましたか？ありましたよ。劇団四季に入られる前に何か舞台に出られましたか？いや、私は俳優養成所の発表会と演劇部の発表会程度なので、お金をいただいて舞台に出るっていうのは劇団四季の舞台が初めてでしたね。中学校から女子校で出会いがありません。番長さんはどうやって素敵な旦那様を見つけましたか？これは過去の動画にまとめてあるのでぜひ見てくださったらと思うんですけど、すごく簡単に言うと、私は生命保険の営業をちょっと前にしてたんですよ。もう今は辞めたんですけど、その時に新しいお客さんを見つけるために開いた交流会でたまたま向かいの席に座っていた男性がその後夫になったって感じですね。で、私も女子大だったんですよ。学校がどうかって今時あんまり関係ないと思いますよ。ネットもいろいろありますし、女子校に通ってる人が女友達しかいないかっていうとそんなことないと思うんですよね。逆に女子校の方が男子校と出会いがあると思うので、出会いの場に行ってないんじゃないかなって思います。ずっと女友達としか会ってなかったらそれは出会いはないですけど、もっと積極的に出会いを見つけてみる方がいいと思いますよ。出会いを見つけるって婚活パーティーとか合コンだけじゃなくって、趣味の集まりに行くとか友達同士の集まりに行くとかレッスンに行くとか、いろんなところに出会いがあると思うので、いろんなところにフットワーク軽く行ってみるといいと思います。劇団四季のオーディションは必ずバレエができないと入れないんでしょうか？私はバレエあんまりできなかったのでちょっと何とも言えないんですけど、ただ劇団四季に入った後はクラシックバレエも必要になるので、ソロで踊るレベルではなくてもやっといた方がいいなっていうのが実体験から思うことですね。あさりさんは背が高かったですか？すごいスラッとした方ですよ。180センチくらいはあったと思うんですけど、身長が高くって白髪のすごく魅力的な方だなって思いましたね。めちゃくちゃ存在感のある方で本当に素晴らしい方でした。演技などすることに対して例えば恥ずかしいなどマイナスな気持ちになることはありましたか？恥ずかしいっていうよりも頑張らないと何ともならないっていう気持ちもありましたし、まあ、そもそも恥ずかしがっている段階で劇団四季の俳優を目指さないと思うんですよね。
ね。 YouTube もやっているくらいなので目立つことが好きな人なんじゃないかなって自分では思うんですよね。なので歌もダンスも演技もマイナスな気持ちになることはそんなになかったですね。できなくて悔しいとかもっとこうしたいっていうのはありましたけど、お稽古中も舞台でもできる限り練習をしてダメ出しとかを改善して、次の舞台とかお稽古の時にこれだけ頑張りましたけどどうですかみたいな感じで6年間を過ごしていました。もし時間があればでいいのでインスタライブやってほしいです。インスタライブコラボしようって言ってくださってる話はあるんですけど、私の動画の場合だとテロップ入れたり効果音入れたり編集をしているのでなんとか見てられると思うんですけど、実際私が話してる時って間が空いてたり口癖が挟んでいたりして聞きづらいんじゃないかなって思うので、ちゃんと編集して見せられる形になったものの方がいいんじゃないかなって私は思っています。見てくださる方ってどのくらいなんだろうって思っていて、大きな役をされていた俳優さんがインスタライブをやっていた時に何人くらい見てるかっていうのが表示される機能があるんですけど、100人もいなかったんですよ。100人集まらなかったら悲しいので、人気になったらやってみようかなって思ってます。ウィキッドだとね、サローズ以外にどんな役がしたかったですか？このエルファバをやりたかったなって思っています。最後まで動画を見てくださった方に一つだけお願いがあります。皆さんが応援しているお店とか企業さんもあるかもしれないですけど、世界中がこういう厳しい状況の中、劇団四季でもすでに購入したチケットの寄付を始めています。もし少しでもお力を貸していただけると劇団四季の俳優や劇団四季自体も嬉しいと思います。私はすでに劇団四季を退団しているので今は関係ないですけど、よろしくお願いします。概要欄から劇団四季のチケット料金寄付制度申請についてのお知らせっていう2020年5月23日の記事のリンクに飛びますので、よろしくお願いします。今日も見てくれてありがとう。また質問やコメントお待ちしております。バンジョーミルクでした。 SNS もチェックしてね。